ステーション。はい、皆さんこんにちは、本日も始まりましたナムステ、ようこそ。最近、ずっと雨だったんですけども、昨日と今日は少し、晴れてて、なんか気温もちょうど良くてね、そんな寒くもない。僕は家の中にいるからちょっとどれぐらい風が気持ちいいのかあんまりわからないですけども、なんか皆さんの書き込みとか見るとね、そういう情報も分かったりするんで、最近の皆さんの服装はもう完全秋ですかね。もう半袖とか短パンとか、なんかスカートとかはもういないかな。どうなんかな最近は。僕はもうずっとね、パジャマスタイルですけども、でもなんか最近少し寒くなってきたじゃないですか、だからちょっと長袖とちょっと長ズボンに変えましたね。はい、ちょっと冷えるんでね、朝起きるときね。とにかくですね、10月27日の、オンラインソロライブに向けて、僕は毎日練習してますけども、実はね、いろいろ事情があってね、ちょっと曲を変更しなきゃいけなかったりもしたんですけども、でもまだまだみんなに聞かせたい曲はいっぱいあってね、みんなに聞かせたい曲で、ライブをするっていうのは、ライブができるっていうのはね、変わりないので、初のワンマンじゃないや、初のオンラインライブ、全力で頑張ります。オンライン配信で、見れる方はぜひ、見てくださいね。ちょこっと喋ったんですけども、早速教えてナムステやろうかな。久しぶりに、やっぱたくさんの皆さんの書き込みがありましたね。イメールね、皆さんたくさん送っていただいてありがとうございます。まず始まります、ナムステ教えてナムステもう一回、はい、それでは始まります、教えてナムステ。ビブラートがうまくできません、コツはありますかっていう質問があったんですけども、ビブラートね、これで悩む人結構多いと思いますよ。僕確かどっかでなんかこれ言った気がするんですけども、もう一回言います。僕のやり方は、僕は正直言ってビブラートっていうのは練習してないの、ちょっと自然とできたって感じ。多分 4,5 歳の頃に日本で言う演歌とか、韓国で言うトロットね、こんばんめぬあはなんねや、はい、なんかねビブラート命ですね、演歌では特にね。あんまこうやりすぎると良くないですけども、やっぱり、あんまりビブラート入れなくてもやり方は知っといた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、まず練習の方法として、音をね、ちょっと待って、ちょっとピアノを使った方がいいかも。はい、皆さんにはちょっとちっちゃく聞こえるかもしれないけど、ちょっと皆さん、女性の方多いので、ちょっと待ってね、これを繰り返しでやると、こう喉ぼて、喉ぼけ、喉ぼけ、あれ、喉ぼけをこう動いてるような感じしませんか。一緒にやってみて、はい、この喉ぼけ、喉ぼとけだ、喉ぼとけをこうやって動かすことによって、こう音が揺れるんですよ。はい、これを使ってこれをだんだん早くやっていく。はい、今はちょっと大げさにしたんですけども、これをこれをもうちょっと早めにやろうと思って、喉仏を動かすっ
っていうのに一番こう意識して、あー解決、まあ練習すればできないことはないですよ皆さん。一応やってみて、またできなかったら、あそれは努力不足です。まあできなかったらできなかったで、また僕にメールください。また僕なりのコツを、お教えしますんで。では皆さん、次の質問っていうか、次のチャプター2、今までこれは失敗だな、へこんだなってことはありますか？ちなみに私はニーサンズのライブの帰り、駅ないトイレに携帯の入ったバッグを忘れたことがあって、とてもへこみました。交番に行って携帯の待ち受けを聞かれて、ニーサンズのグッズとサウの写真が写ってますハートと説明しました。次の日忘れ物センターに問い合わせしたら、無事に携帯は見つかり私の元に届きました。携帯の中には大好きなサウと撮った写真がたくさんあるので、本当に携帯が見つかってよかったです。わお、本当によかったね。携帯なくしたらもうマジで焦るよね。なんか写真もそうだし、録音しといたメロディとかね全部入ってるし、僕はまあ人生で一度だけスマホを新幹線に忘れたことがあってね、まあ確か高度部位の時代だったんですけども、本当に焦るわけですよ。降りたらないわけ。確か高度部位のライブの本番だったかな、本番の日だったかな、はい。でもね、親切な方が届いてくれてて、もう僕のスマホ無事に変えてきましたんですけども、本当にありがたいですね。はい、もう本当にもう改めてありがとうございました。はい、皆さん次いきますね。どうしたら痩せる、あごめんね、どうしたら痩せるの。ウエスト細くなるトレーニングとかヒープアップとか効果のある運動ありますか？サグの魅力のお尻どうやって作ってるの？はい、自分のお尻の魅力ちゃんと分かっておりますね。ちゃんと普段から見てるってことがね、ありがとうございます。そうですね、まあ、僕もちょっと悩んでますよ。どうやったら痩せるのか。太ってはいないけど、やっぱ食べることが大好きだし、ラーメンとか大好きなんで、基本ちょっとメニュー的にね、パスタもそうだし、小麦粉系結構太りやすいメニューじゃないですか。なので普段結構意識しないと、もうお腹がボンと出ちゃう危険性はあるので、まあ常に意識はしてますけども。そしてお酒も糖分って言いますかね、結構入ってるのでカロリーが高いじゃないですか、ビールとかね。とにかくウエスト細くなる方法とか痩せる方法、これはねもう毎日のように有酸素とか縄跳びとかそういうのを、そういうのを含めた筋トレとかね、僕みたいにこう重いものを持ったりじゃなくて、特に女性の方は女性の運動方法に関してはまだ調べてないですけども、多分こうあるじゃん、ちっちゃいダンベルとか軽い1キロぐらいの、まあ多分そういうダンベルがあるんですけども、そういうのを使った運動とかね、でもね、解決方法は YouTube を検索したらめちゃくちゃいっぱい出るので、はい、僕トレーナーみたいな詳しい人ではないので、ちょっと答えにならなかったら申し訳ないですけども、YouTube を検索してみてください。僕もちょっと改めて、検索してみますんで。はい、皆さん、本日のナムステ、ちょっともう時間がね、結構ね経ちましたね。
ちょこっと喋ったらまあすぐ時間が経っちゃう。でも今日もいろいろね喋れて嬉しかったですし、皆さん普段からもどんどんリクエストとかまあちょっと僕に質問してほしいこととかいろいろ何でもいいのでテーマは送ってくださったら、僕これからもちょこちょこ喋っていきたいと思うので、まあ、頻繁にはできないとしても、でも結構まあ定期的にやっていきたいと思うので、皆さんまたぜひ送ってください。そして大事なまあお知らせっていうか、大事な皆さんに伝えたいことがありますけども、昨日ちょうどソロライブの入場チケットの当選結果が出たんですね。たくさんの申し込みがあって、もう本当に、叶うならみんなに見に来てほしい、はい、もう全員みんな全員に見に来てほしいっていうのが本音ですが、どうしてもね今は人数の制限があるんで、落選してしまった、みんなには申し訳ないですけども、でもこの間も言ったけど、今回のライブが大きな一歩になって、これから少しずつみんなに会えてきたら嬉しいなと思ってるので、一緒に一歩一歩進んでいきましょう。はい、10月27日のオンラインライブ、オンラインソロライブ、オンライン配信は人数制限がないので、ぜひ見てください。はい、では皆さん、9月23日にリリースされたソロ曲ニューもたくさん聴いてください。では本日も楽しかったです。ありがとう。風邪ひかないように。